こんばんばはゆうかです日かかがお過ごしですか今日から東京 FM でスタートしたこの番組香の心体元気次の1週間に向けてちょっとだけ憂鬱になってしまうこの時間私優香があなたの心と体を整えますちなみに私優香の日曜日の夜は肉を食べるようにしています そんな優香がお送りする心体元気さて今日からスタートしたこの番組「優香の心体元気」略して「ここから元気」と覚えていただけると嬉しいです。ということで日曜日ですねどうしてもこう日曜日の夜って、はあ、また1週間が始まるってどうしても憂鬱になりがちなんですけれどもでも。 ちょっと気分を変えるとまた新しい週間だって元気に迎えることのできる日曜日だとも思うんですが私は日曜日の夜明日からまた頑張らなきゃって思うときは特に意識をして肉を食べるようにしています肉食女子なので肉は食べるようにしているんですけれども特にまあベタですけど焼肉大好きですね。 あのよく30私32なんですけど30代超えると「油物の食べられなくなるよ」って言われていたんですがなんてことなく「まだ食べるの?」っていうぐらい <laughs> もうステーキも好きだしハンバーグも好きだし牛丼も好きだし肉が入ってないとおかずじゃないっていうぐらい私は肉が好きなので。 うん、特にニンニクとの掛け合わせの肉が大好きなので <laughs> それを食べるともうあ頑張れるニンニク最高って思いながら次の日に会う人のことを全く考えずに私はもう自分の体だけを <laughs> 意識して過ごしているんですが、ね、皆さんもあ月曜日からちょっと憂鬱だなと思った時にはお肉を食べて元気になりましょうね。さあちなみに あのフットケアの専門サイトフットケアラボの調査によりますと女性たちが1週間の中で最も美容のために使う時間というのは日曜日の夜8時だそうですまさにここから元気の時間ですねあなたのこの時間の過ごし方もここから元気に教えてくださいねホームページは www.tfm.co.jp.yuka www.tfm.co.jp/ ゆうかゆうかは yuka です。私ゆうかに聞いてみたいこと素朴な疑問なんかもお待ちしています。東京 FM ゆうかがお送りしています。心体元気。略してここから元気。ここからはこの番組のアシスタントをしてくれる方と一緒に進めていきたいと思います。どうぞ。 こんばんはお笑いコンビ法薬女子大学中村舞子ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますものすごく滑舌いいですね本当ですかはい嬉しいなんかこう舞子さんスラっとしていて美人さんなので芸人さんっていう感じが全くしないですよねありがとうございますなんかドヤ顔しながらありがとうございますいやいやそんな風にねえていただけるとでも面識はありますもんね私たちそうなんです 覚えてていただいてます覚えてていただいてますよなんか変な日本語になっちゃったけどねあのグータンヌーボそうですという番組の埋設をしてくださって埋設をさせていただいて本当にねその説はありがとうございましたこちらこそあの法訳女子大学はいはいこれよく聞かれると思うんですがこれどうしてこのコンビ名なんですか実はですねまあ私は薬剤師の資格を持っていてまあ相方が法律を そうなんです早稲田大学の大学院まで出てで法律を研究してたんですね。<laughs> それで、まあ、法で私が薬剤師なので薬、うん、で女性コンビなので女子 2> <私>で2人とも大学出てるので大学法薬女子大学。<laughs> なんで芸人さんになったんですか <laughs> 人生何が起こるかわかんないんです、うん、本当にねでも私はもともとこの世界に入りたくて薬剤師になったんですよ、うん、えちょっと待ってくださいよくわからない、うん <laughs> うん、逆じゃないえ、うん、逆でもなければ私芸人さんになりたくてうん、うん、そうなんですやっぱり何か武器になるかなという でも芸人さんとして、それは今は役立ってますか。うんうん、もちろんですよ。よすごいで、いないですもんね。芸人さんで。ね。そういう方ね。そうなんです。まいこちゃん、おいくつなんですか。まいこちゃんって言っちゃってますけど。あ、いや、光です。はい。三十。 2歳です。そんなためていうことじゃないから。なんでいちいち一個一個置いてしゃべるんですか。三十二歳。同い年ですよね。ゆかさんの一つ上の学年なんですね。姉さんじゃないですか。で舞子姉さんって女ほうがいいですか。いやちゃんでお願いします。で趣味が薬の薬を渡すあの投薬。これはどんなこと。 まあ、あの基本ですね。うん、まあその名の通り、お薬を患者様にお渡しするというその行為ですね。それが仕事でしょ<う>だって。例えば私にこう投薬するとしたら。 まあじゃあまあゆかさんが患者さんでまあ今日はどうされたんですか風邪風ですね喉も痛いんですけどそうなんですねマネ教先生のところで出ているお薬もまあ抗生物質こちらはやっぱり風邪の菌を殺すお薬になりますので朝夕1日2回1回1錠ずつ飲んでくださいであとね今喉が痛いとおっしゃってましたので喉の痛みを抑える痛み止めのお薬出てますでこのお薬まあ熱を抑える作用もありますのであの症状がね良くなってきたら途中で やめても大丈夫ですけれども、しばらくはまあ痛いときはねしっかりと飲んでください。こちらは一日三回、朝、昼、夕食後、毎食後一回一錠ずつですね。こちらも一応先生からは五日間出てますのでね、まあ全部で十五錠となってますね。十五錠、<laughs> はい、<laughs> ありがとうございます。うん、すごい。こんな感じで。いい声だし、なんかこう<ー>優しいお姉さんっていう感じ。本当に？うん、じゃあこれもう趣味で。 大丈夫ですか？高原もっと素晴らしいと思いますけれども、あとね特技が何ですか？早口言葉なんですよね。はい、私ですね、漢方薬、漢方薬の1番から10番のまあ漢方薬の名前を早口で言ってみたいと思います。緊張してきたぞ。じゃあ行きます。はい。 一番格好と二番格好か、請求遷移三番落ちずを四番飛ばして五番、ワンチュさん六番なのに、十未拝毒と七番なのに8溶岩、八尾二王冠、八番大細工と、九番詳細ことを十番最後消しと。もう<おー>。<laughs> すごい。さあ。でも間違っててもよくわからない。やっぱねそういう。ごまかし方もありますよね。<laughs> うん、何いやでもすごい。うん、はい。格好とって言いにくいですもんね。そう。 格言と言いましたよね。格言と言いました。言いました。じゃあもうそういう早口言葉がいくつかあるってことですか。そうですね。じゃあ毎回言ってもらうっていうあの早口言葉言って。中村まいこです。いいですか。わかりました。すごいもうたくさんの特技を見せていただいて本当にありがとうございます。これからもよろしくこちらこそ心強いアシスタント。 法薬女子大学の法薬女子大学の <laughs> 言いにくいなまいこちゃんと一緒にこの後薬剤師の卵とそんな卵を育てている方をスタジオにお招きしたいと思います東京 FM ゆうかがお送りしている心体元気この番組ではあなたの心と体を元気にするサプリをお届けしたいと思っていますそこで毎回このパートでは心強い味方として 未来の薬剤師とそんな薬剤師の卵たちを育てている方をスタジオにお招きしてお送りしますまいこちゃん一回目のゲストははい帝京大学副学長井上慶三先生そして帝京大学薬学部薬学科5年生平間夏子さんですよろしくお願いしますようこそ あの薬学部って今5年生って言ってましたけど何年生まである今現在はですね6年生まで薬学部はあるんですよ6年生も大変ですね大変です私たちの時は4年生だったんですけどもねはいではでは早速伺っていきましょうでは井上先生帝京大学先生から見たいいところってどんなところですか そうですねうん、うん、薬学が今までは相模湖の、まあ、緑が多いところにあったんですけどねこの4月からうん、うん、え板橋の病院地区にあの移りましたうん、うん、でそこでは医療系の全学部が一つの建物の中に全部まとまってあります、うんあまあ、そういう点が、うん、まあ特徴で、うんまあ、チーム医療というのが今、はい、あの盛んに言われてましてね、はい えー、医療というのは決してお医者さんだけじゃなくて、うん、看護師、薬剤師あるいはさまざまな方々がみんな一緒になって患者さんをケアすると、うんまあ、そういう点で帝、まあ、京大学としては絶好の場を提供していると、うん、いうことになるんだろうと思いますね。<ー><ー>井上上先生すすすごいダンディな方でででねね, <laughs> ねお話も上手です、ね、<laughs> やっぱりううしょうか ねえ、でももうそんな素敵な大学で学んでいる学生さんのお声を聞いてみたいと思いますけども、はい、平間さんはなぜ薬剤師を目指そうと思われたんですか？はい、えー、っと私はですね、えっと高校の時の科学が大好きで、うん、でそれもなぜかっていうと科学の先生がとっても教え方が上手だったんですね。<ー>で、その科学の先生が薬剤師さんだったんですよ。なる、うん。 でそこで薬剤師という職業に興味を持ち始めて、うん、薬学部に入ろうとすごい私もそんな先生に出会いたかったですね会わなかった会わ <laughs> ないですよね、うん、なかなかちょっとやっぱ難しいなっていう感じがあるので、うん、そうですね、うん、あの難しそうだなっていうのは本当に最初は思いましたし受験も大変かなと思ってたんですけども、うん、やっぱりその薬剤師という興味 持ち始めたからにはもうとことんやりたいって思ってしまったのですごいかっこいいそこは頑張って入ってからもまた頑張って今生活していますすごいですね平間さんも綺麗なそうねほんとすごくて今風ですよねなんかもっとこう硬いメガネかけたっていう感じのイメージがあるんですよどうしても確かにありますねだけども今風のモデルさんみたいなスラっとして ねえね、何かね学校とかでサークルとかなんかやられてるんですかえっと高校の時からまず、うん、あのダンスをやっていましてそれであの大学でもダンスサークルに所属しています <laughs> ダンスサークルに入ってるんですかかっこいい、はい、すごいですね <laughs> うん、うん、そういう人周りにいましたない,いないです <laughs> まずねダンスサークルがなかった <laughs> そうですよね。なかったです ねえ、ダンスのね、スタジオがキャンパスの中に、建物の中にしっかりあって。ダンスもやりやすい環境になってますね。いいですね。頭も使って、体も動かしてって、健康体じゃないですか。じゃ、そんな平間さん。どんな将来薬剤師さんになりたいですか。はい。えっと、私はあの病院に勤めたくて。帝京大学も隣に病院がありますので。 患者さんも間近に今接しているという状態なんですけども私はあの患者さんとも共感できたり、うん、コミュニケーションを取りつついろんなお話ができるような薬剤師になりたいと思いますなれますよ素敵 <laughs> なれますね <laughs> 先生になってくださいね頑張ってくださいありがとうございます、うん さあこのコーナーでは毎週来てくれた未来の薬剤師さんに自分自身が元気になれる一曲サプリソングをお聞きしますそれでは平間さんのサプリソングは何でしょうかエグザイルのアイビッシュ<ー> <laughs> さすがダンスやってるから<笑><笑>はいというわけで帝京大学副学長井上恵蔵先生そして薬学部薬学科平間夏子さんでしたありがとうございましたありがとうございました さあ、ゆうかがお送りしてきました心、体、元気そろそろお別れの時間ですあっという間ですねなんかこう最初ドキドキもしたんですけれどもやっぱり楽しいなと私というゆうかという人を知ってもらいたいなという思う気持ちもたくさんありますし明日からまた一週間頑張ってほしいなと背中を押していけるような番組にもなりたいなと思いますそしてまいこちゃん <laughs> 楽しいなんか予感がしています同世代ということであらさあらさですねあらさどうして頑張りたいなと思いますそれではまた来週日曜の夜8時にお会いしましょうゆうかでした一週間頑張ろうねゆうかの心体元気この番組は心と体を元気にするここからファインの提供でお送りしました